末映画館。はい、映画評論家の松崎拓也でございます。この冒頭で何度も、最近は告知させていただいておりますけども、添松映画館は2024年来年で3周年を迎えます。ありがとうございます。それで、横浜のネイキッドロフトさんで、添松映画館のイベントをやろうと思っております。1月20日、11時半会場、12時から、私の、映画2023年の映画ベスト10と、まあ、添松映画館で、まあ、2023年こういう作品が、ありましたよという、まあ、例えば視聴回数の高いものだったり話題になったものとかを照らし合わせながら2023年の映画をちょっと振り返ってみたいと思います。そして、現在のところまだ日本では劇場未公開のままになっているあの映画について、限りなくネタバレがないように、生解説を皆さんの前でいつも我々がここで収録しているのと同じような形で、皆さんの前で、生解説をできたらなと思っておりますので、ご興味ある方は、会場チケット及び配信チケットもございますので、概要欄に、URL もありますので、そっちから入っていただいて、ご購入いただけたらなというふうに思っております。もしかすると例年なら会場チケットは売り切れてたらいいなと思ってるんですが、まあ、売り切れてない場合も、売り切れてる場合も、どちらもなんですけども、配信チケットといって、当日生で、オンラインで見れるっていう有料チケットがあるんですけども、それは、開催の2週間後までいつでもそのアーカイブで見れるというふうになってるので、当日都合の悪い方も後日見れるようになっておりますので、もしご興味ある方いらっしゃいましたら、配信の方でもチケット発売しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということでね、もう2023年もあと残りわずかになっちゃいましたけども、添松映画館今年最後の配信になるんですが、どういう映画をご紹介しようかなと思った時に、そうですね、そもそもこう年末新作ご紹介しようと思ってもこう公開されてる映画の本数も少ないんですけども、ちょうど今日公開の映画で、僕がこう思ってたのとちょっと違ったなという映画があったので、ちょっとご紹介してみたいなと思ってスタッフに相談したら、まあ、やってみたらいいんじゃないかということで、ちょっと短めにご紹介したいと思うんですけれども、僕が宇宙に行った理由という作品をちょっとご紹介したいと思います。人類にとってまだまだ宇宙っていうのは未知の世界だと思うんですけれども、僕みたいな人間でも出ていけるっていう夢や希望を皆さんに見てもらえるんじゃないかなと思います。本当に消極的だったので、たくさんの人の前で何かをするとか想像してませんでした。宇宙旅行というと気楽に宇宙に行くようなイメージがあるんですけれども、全員不合格、最悪失明するリスクもあるよって言われて、выполняют в том же объеме и качестве, как и профессиональные космонавты. 20年以上育てた会社を辞め、異国の地で過酷な訓練を乗り越え、12日間の宇宙渡航に挑んだ民間人前澤友作。彼が宇宙で叶えたかった願いとは。僕が宇宙に行った理由。予告編などを見ていただいたら分かると思うんですけども、もともと ZOZO を創業した前澤友作さんが宇宙に行ったことを、まあ、描いたドキュメンタリー映画だというので、まあそら前澤さん確かに宇宙に行ったよなと。でどうせね、その宇宙に行ってイエーイ宇宙に来ましたみたいなドキュメンタリーなんだろうなと思って、僕はちょっと高をくくってこの映画拝見したら、まあ、意外とそういう映画じゃないんだっていうちょっとした驚きがあったので、まあ中にはその前澤さんのことに興味がある方、一方でそのこの映画はまあ特にこの映画館で見るまでもないやと思う方もいらっしゃると思うので、ちょっとまあ僕は映画を見て印象が変わったということがあったので、そのことをちょっとまあお話したいと思うんですけども、まあ、この映画ね、どうしてもその前澤さん
その、まあ、お金を持ってらっしゃって自費で相当の金額使ってその、まあ、宇宙に行ったっていうその、まあ、宇宙ではこんなことができましたよみたいなことは YouTube とかの配信とかで、まあ、生配信もされてたのでそれご覧になった方もいらっしゃるでしょうし、まあ、そういうものをまとめたもんなんでしょっていうふうに僕は思ってたし、その、まあ、僕が宇宙に行った理由っていうことを言うと、うん、まあなんかその何でしょうね、何歳ぐらいの時に宇宙に憧れてこういう風に行きたいと思ってましたみたいなことなんだろうってなんとなく内容はもう分かったつもりでその作品見てたら、うん、その実はこの作品っていうのはその宇宙に行ってからの映像っていうのが、まあ、90分ぐらいの作品なんですけど15分ぐらいしかないんですよ。つまりね、そのこの映画の中で宇宙に行ってで何やったかってことはあんまり重要じゃないんですよね。でそのどこに尺が割と割かれてるかっていうと、まあ前半のその宇宙に行くまでにいろんな大変なことがあった。例えばその僕らが思ってる以上にその単にそのロシアから打ち上げてその ISS に行ったってだけじゃなくて、 ISS ってのはいろんな国が協力して日本とかアメリカとかロシアとかいろんな国が共同でやってるから、ロシアのその訓練を受けるだけじゃなくてその国の施設にも入っていくということで、 NASA とか JAXA とかでもちゃんと訓練を受けて試験合格しないと実は ISS に入れないとかっていうようなことだったり、虫歯があるとそれね、虫歯があるともうあの宇宙に行って治療ができないからそれ歯を抜けみたいなこと言われてるとか、あそんなことまでしなきゃいけないのみたいなことの驚きがあって、そのことは映画の中でも山崎直子さん、宇宙飛行士の山崎直子さんが出てくるんですけど、山崎さんがいや彼らはその宇宙旅行って称してるけど実はその訓練自体は我々が行ってるのと同じことやってるんですよって説明されてるのを見て、あそこまでやってんだっていう、まあその宇宙に行くまでのプロセスみたいなものにまあ驚いたっていうのもあったんですけど、それと、まあ、宇宙に行ってからともう一個ね、その地球に帰ってきてからの尺が結構取られてるってことに僕はちょっとびっくりしたというか、それで印象が変わったってことなんですけど、まあ、どういうことかっていうと、まあ、これね本当にその前澤さんが宇宙に行ってイエイイエイみたいな映画かと思ったら、その地球に帰ってきて2ヶ月後にウクライナでの侵攻があったんだと。ISS にはロシアのソユーズで行ってるわけで、その、まあ、ウクライナ侵攻と無縁じゃない国の施設で行ってるわけですよね。しかも宇宙航空開発っていうのは、まあ、いわゆる軍事的な側面みたいなものもあって、その、前澤さんたちがお世話になった、その、施設の人たちの中には、ウクライナ侵攻が始まって戦場に行かなきゃいけない人がいたりとか、あと、まあ、アメリカの宇宙飛行士が ISS にいたんだけど、こう地球に帰ってくるときに、帰れなくなるような状況になってしまう。その時に、宇宙空間とかの ISS の中っていうのは、その、まあ、国境とかそういうもの関係なしに、国籍とは関係なし、みんなで協力しようっていうような場所だから、その、まあ、無事にソユーズ、ロシアの宇宙船を使ってアメリカの飛行士もその地球に戻ってきたんだと、だからいい面もあるっていうような話とかがあって、あその僕らはその地球で行われていることだけを考えたりするんだけども、その前澤さんたちにとってはその、まあ、ああいうその ISS の中 の、 そのいろんな国の人たちが協力してその、まあ、実験をしている施設を借りてそのいろんなこう交流をやってる中で、いざ地球に帰ってきたらまたその戦争になってるっていうことに対するショックがあったんだろうなっていうのはなんとなく推し量れたわけですよ。それでそのこの映画監督した平野陽三さんっていうのはもともとその ZOZO に、アルバイトで入ってその後社員になって、まあ、最初はこの映画撮るつもりでその映像を撮ってたわけじゃなく、その記録としてその一緒に宇宙に上がってその地球に帰ってきたらそういうことが起こって、これは何か映像として記録に残さなきゃいけないという使命感に駆られて前澤さんに相談してこれを映画にしてみましたいって言って前澤さんがやってみたらっていうことでこの映画が成立したらしいんですけど、宇宙から見た時には地球を見ても
その地球儀みたいにこう国境が書いてるわけじゃなく、何も国境線とかなく、何事もないような平和な世界に見えるわけですよ。僕らが映像を見てもそう見えるわけですよね。ところが、その実際に地球に戻ると、そこではいろんな紛争とか戦争が起こっていて、なんだろう、自分たちのそのいさかいってなんだろうっていう気持ちに多分なるんだと思うんですね。僕もその映画を見て、その映像を見たときに、なんか僕らがその、地球で暮らしてることっていうのは宇宙に行くとちっぽけなものかもしれないなっていうのは宇宙の映像を見て、まあ率直に感じたことだったりするんですけども、だからこの映画はその前澤友作という人が自分のお金で宇宙まで行ったっていうドキュメンタリーのようなふりをしながら、その国際的な平和のあり方ってどういうことなんだろうっていうことをちょっと考えさせられる、まあどちらかというとそっちの方が主題になってるっていうところに僕はちょっと驚きを持ったというか、まあ、半分こう斜に構えて見てたことを反省したっていうところがあるんですけど、まあ、この映画の中でその僕が見どころだと思うのは、そのまあロケットを打ち上げるときに、そのまあロシアの宇宙関係の人たちもいれば、その前澤さんのご家族、今までメディアに出たことのない息子さんとか、あとまあお父様とかお母様とかも出てくるんですけど、とかあと ZOZO の創業に携わった仲間たちとかが、いろんな人たちがその打ち上げを見てるっていうシーンが出てくるんですけど、その映像を見てると、そのロケットが打ち上がるときにみんなこうロケットをね、打ち上がるのこう見てるんですよ。で、その我々観客も映画館でこの映像を見るときって、打ち上がるのをこうやってスクリーン、大きなスクリーンで見てるので、打ち上がるのを同じように上に向かって見るんですよ。テレビで見るとこの画面の中で上がっていくから、まあこう見てるだけなんですけども、映画館で体感するとまさに自分たちもこう上空を見上げるんですよね。で、その時に僕が感じたのは、あの瞬間だけは誰もこう誰かを憎しみっていう感情を抱いたり、まあ本当に戦争しようなんて気持ちには一切ならないなっていうことにちょっと気づいたんですよね。前澤さんがその自分のお金で、そのまあ僕らが一生かかってもこう、もう払えないような金額を払って、自分の金だからいいけどのんきでいいなと思う人もいいかもしれないけれども、その宇宙に行ったことによって、その、まあ、我々が見たものっていうのは結局なんかこう平和のあり方みたいなものだったんじゃないかなというふうに思わせてくれて、まあもうね、今年も残り少ないってさっき言いましたけども、年末にその、今年2023年のことをいろいろ考えた時に、まあコロナ禍が、まあ、ある程度収束して、もう僕ね、ちょっとまだ顔の麻痺の問題があるので、まだこうマスクが外せなくているけれども、まあ、世の中の人たちもマスク外してもいいっていう状況になったり、まあ、だいぶ世の中旅行者も増えて、東京の街なんかたくさん人が増えてたりっていうことがあって、まあ、状況戻ったなっていうこともあれば、ウクライナ侵攻のこともあったり、まあ、最近ではそのイスラエルの問題とかもあったりとかして、なんかこう良くなったこともあれば、いろいろ問題もあったなっていうふうにいろいろ思い返すんですけども、まあ、そういう意味でその僕が宇宙に行った理由っていうこのドキュメンタリーっていうのは、意外に思うかもしれないんですけど、その今年あったいろいろなことに対してちょっと思いを馳せる、実はこう年末に見るのに結構ふさわしい映画じゃないかなと思ったので、まあ、僕も最初はね、シャニカ前で見てたので偉そうなことは言えないですけども、僕の話聞いてちょっと興味持った方は年末に見ていただいたら、ちょっと嬉しいかなという気持ちがあったので、ちょっとご紹介させていただきましたけども、まあ末松映画館、今年も、まあ、50本余りの映画をご紹介してきましたけども、皆様いろいろ、コメント書いていただいたりありがとうございました。来年も、年始早々に新しい動画を上げて、毎週、皆様に新作の情報をお届けしたいと思っております。そして最初にもお伝えしましたけども、来年は3周年を迎えて、1月20日にはイベントも開催いたしますので、皆様ぜひお越しください。毎年ね、遠方から来てくださってる方とかいらっしゃって、本当にね、スタッフともども喜んでて、
夫婦で来てくださってる方とかもいらっしゃって、多分今も見てらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、感謝しております、皆様良いお年をお迎えください。また来年もどうぞよろしくお願いいたします。良いお年を。